ルセロナを奪った、一人で破壊してしまう、WWW。モナコ VS バルセロナの親善試合。モナコ1点リードで迎えた後半11分、南野が華麗なターンから、超絶ボールキープを披露。完璧なラストパスでアシストを記録。南野のターンはいつ見ても綺麗だな。これがタキナルド理論か。ボルサが弱いのか南野が覚醒中なのかわからん。このシーンだけ見ると、右利きのメッシで草。豆知識。南野は81分までプレイし、モナコは 3-0 でバルセロナに勝利。ペンエデルが去った、モナコの大黒柱になった時。朝野より先にバルサから点取ってて草。プレシーズンだとはいえ、バルサ相手にここまでできるのすごい。新居中のクロップ、タッキタキなんだ。南野を見てるとマジで監督って、クソ重要なんだなって思うわ。キープ力エグすぎてもう滝にしたやん。CL でどんだけ活躍してくれるか楽しみ。CL でリアプールに恩返し弾決めてほしい。アジア杯は南野をトップ下にして、中心にチーム作りしてもよかったよね。だけ、釜を同時起用したいけど、絶対に外したくない森田さん。6年じゃないモナコにボコボコにされるバルサ大丈夫か。いつもハンジフリックに恐怖を与えるのは日本人なんだ。これがモナ王たるゆえん。もはやモナ王じゃなくてモナ神。